ワグネルがバフムトから撤退するかもしれないという情報が入っています。これはね、読売新聞ですね。今日の午後に出たニュースなんですけれども、ヘッドライン公開であります。プリゴジン氏、6月1日にはワグネルは戦線に一人もいない。反転攻勢前に様子見で離脱かということなんです。って感じですよね。プリゴジン曰くですね、我々はバフムト取れとは言われたけれども、もう取ったらもうその後はロシア軍渡したんで、あとはよろしくみたいな、まあざっくりとそんな感じの話です。で、記事読むとね、こう書いてあります。ロシアのウクライナ侵略に戦闘員を派遣しているワグネルが、6月1日から2ヶ月間、ウクライナの戦線から離れる方向となった。プリゴジンが21日 SNS で明らかにしたと。ウクライナ軍の大規模な反転攻勢を前に、ワグネル部隊の壊滅を避けるために様子見をしている可能性があると。まあ戦力の温存を図っているのではないかということですね。私を監修してくれるプロ曰くですね、ワグネルがめんどくさいのは、トレーニングするインフラを持ってるらしいんですよ。新兵をね。で、ワグネルに来たやつはそこで徹底的に鍛えられて、ワグネル戦法、砲弾の雨の中をね、かいくぐって、で、犠牲を出しながら穴掘ってみたいな、あの、戦法あるでしょ。あれを忠実にやるらしいんですよ。で、これが非常に厄介なんですね。で、実際にその訓練をやってるのは、いわゆる古参兵なんですけど、今回ウクライナはね、バフムトを囲んで、ワグネルのその古参兵も含めて、もう復活できないようにもうボコボコしようと思ったらしいんですが、どうもちょっとまた逃げ寄せてしまう可能性が出てきました。ちなみにその古参兵っていうのは、ロシア軍の退役軍人です。ロシア軍の退役軍人が訓練のためのインフラみたいなのを支えている、まあ人的リソースになってるんですね。で、これをまあある程度投入したんですが、やっぱり壊滅を避けるためにですね、プリゴジンはこの戦力を引き抜くのではないかということでございます。まあ、プリゴジン曰くですね、公約した土地は全て制圧した。今後進軍しないというふうに言ったそうなんですが、まあこれはね、一昨日かな、テンダーさんというね、オシントアカウントの人のね、まあ分析を紹介しましたけど、今後進軍しないんじゃなくても、ワグネルは進軍できない。これ以上行っちゃうと、回復不能のダメージを受けるかもしれないので、まあ早めに古参兵を抜いてですね、まあ今実際ね、抜いてるんですよ。抜いてね、アフリカを送ってるらしいんですけどね。アフリカでももうめっちゃ悪さしますから、ワグネルは。いろんな失敗国家みたいなとこ行ってね、そこの独裁者に警備します。兵隊の訓練しますみたいなこと言って、お代は結構です。あの資源ください。あの鉱山くださいみたいな感じでやるんですよ。まさにね、このね、ロシアの資源外交の先兵みたいなことやってるんですけど、まあどうもね、ワグネルはまあ、その、古参兵の一部を抜いて、もうすでにアフリカに回してると。で、最終的には全部抜いて、まあアフリカ回すんだかなんだかね、まあ次の任地へですね、派遣してしまうのではないかということで、そうなる前に本当はね、全部すり潰したかったんですけど、まあどこまでいけるかね。で、ちなみにですね、ウクライナ側、プリゴジンこの発言についてね、ウクライナ軍の報道官がこんな風に言ってます。ワグネルは戦闘員や弾薬の不足が深刻なため、勝利を主張して撤退せざるを得なくなったのだろうと、いうことです。この報道官曰くですね、バフムト戦線に展開するロシア軍の兵力を4万人規模と分析して、で、おそらくですね、ロシア国防省が戦力の低下を避けるためにワグネルの撤退を阻止する方向に動くのではないかと、いったことをまあ言っているそうです。まあプリゴジン無事に逃げ寄せるかどうかわかんないんですが、ただもう現時点でちょっと引き抜いてアフリカに送っていることは確かなので、ワグネルをここで滅ぼすのは難しいのかもしれないなということです。